興味の国会で、そして今年目標2500万円ぐらい全部使いたいと思います。はい、自分で出てかなきゃダメなんですよね。2022年できなかった英語講師オーディションですね、もっとでっかい規模にしてやりたいと思っています。トイックどうしようかな。でも100回超えたからなんか縛り受験してね、左手とかいろいろやって。始めました、むてつチャンネルです。はい、明けましておめでとうございます。 Happy New Year ということで、はい、2023年始まりました。まあもちろんこの動画を撮ってるのは2022年なんですが、はい、いよいよ新しい年になったので、今日の振り返りとそして今年の目標いっていきたいかなと思います。はい、2022年は、まあいろいろと大変でしたけど、まあオーナー業もね、参考者になったりとか、予備校そうですね、辞めましたからね。はい、予備校での授業をしてなかったんで、会塾辞めて不思議でしたね。まあ高校に行って授業をしてたので、いろんな高校行って面白いですよ。あんまりレベルが高くない高校だとさ、気づかれないんで全然ね、そっちの方がいいんですけど、まあ上進学クラスとかになるとバレるみたいなね、そんな感じでしたが、まあいろいろと講演したり授業したりして、もちろんゆうてら授業チャンネルでは授業を引き続きし、で早稲田工学塾では音声授業ですね、やったりしてますが、そろそろアメリカに行かなきゃいけませんので、もう完全に動かなきゃいけないということで、去年の、まあ、YouTube でもらった収益、そうですね、2500万円ぐらい全部使いたいと思います。はい、全額使う、もっと使うのかな、はい、なると思いますので、何に使うんじゃってことなんですが、まず校舎1個増えます。はい、一昨年ね、国立、そして去年は豊洲鷺沼と参考者になったんですが、今年新しく東京都内もう1校舎、はい、オーナーになりますので、校舎長募集します。本当に僕の SNS、まあ、Facebook でも Twitter でも連絡ください。校舎長やりたいですっていう方ですね。はい、急募です。2月からスタートしなきゃいけないので、はい、ぜひとも送ってきてください。まあこちらでおそらくまあ1500万円以上は使うと思いますね。はい、とにかく校舎購入して、まあ不動産の手続きだったりなんだりあるんで、まあそれぐらいは使うだろうなと思います。そして残りの1000万、はい、どうするのか。これもうすでに動画に出してたんですが、カリスさんが会社作りました。カリスと1000万投資します、そのまま。はい、まあ、本当に動画で言ってた通りなんで、カリスさんの起業した会社に投資をしたいと思います。まあ株主ですね。どうなるのか全く分かりませんが、やりたいと思います。本当に使います。そして今年はどんな方にやっていくのかっていうのもね、言わなきゃなと思うんですけど、まずですね、このまあリクエストも本当いろいろと募集したいなと思ってるんですが、ゆうてらはとにかく数学の先生を増やすっていうのが目的です。はい、ね、すごく言ってるんですけどね、なかなか大変で、本当にクラウドファンディングありがとうございます。皆さんのクラウドファンディングのおかげで編集費を支えられておりますので、まあ現在はそのクラウドファンディングと広告収入でなんとかあの電子黒板と編集費支えられてるんですが、まあまあ足りない部分は僕はね自腹で、はい、出しておりますが、なんとかね数学をちょっと増やしたいなと思って頑張っております。ぜひとも見てください、よろしくお願いします。まあ YouTube にね、クイズ機能がついてとか、いろいろなことできるようになりましたんで、そちらも使っていきながら、なんとかね、盛り上げたいなと思います。教育系、盛り上げたいです。あとは英語系の結構 YouTuber さんたちですね、集まる機会が増えてきたので、ちょっと英語系の YouTube ももっと、こう盛り上げていきたいなと思ってますね。で、さらに、まだあんまり詳しくは言うことはできないんですが、かなり大きなプロジェクトを進行させています。で、このプロジェクトがもう、ドンと進めば、もう本当にこの無料授業をずらーっと作って、でもうアメリカ行っちゃおうかなと思っています。そうだ、今までやっぱりね、まあ本当クラウドファンディングに助けられてて、でいろんな企業さんとかもなかなかお願いしてもやっぱ助けられないっていう状況だったんで、ユーテラとかね、まあそれはただいぶ見てもそうだと思うんですけど、なかなかスポンサーとかがつかない。ちょっとね、ちょっと行ったんですけどね、実はもう去年すごく大きいのがあったんですけど、結局流れちゃったんですよ、ユーテラ。あれがね、出てたらすごかったんだけどな。そしたらもう撮影してるゴロゴ事務所全部改装して黒板取り付けてとかっていうとこまで見えてたんですけどね、残念ながら話が流れてしまって、なかなか難しいということで、やっぱりもう自分で稼ぐしかないと。その無料授業を届けるんだったらもう自分がスポンサーになっちゃうのが早いだろうっていうことで思ったので、ちょっとこの大きいプロジェクトがうまくいったら、もうユーテラ自体自分がスポンサーになってしまって、何千万とかボンって渡して大きくするっていうのを考え中です。はい、そう、とにかくお金持ってる人たちはですね、もう塾だったりね、予備校だったり行ってもらって、どうしても行けない人たち、その人たちへ出すっていう、そういった状況を作りたいっていうのがあるので、そちらやります。そして、2022年できなかった英語講師オーディションですね。はい、こちらもっとでっかい規模にしてやりたいと思ってます。はい、
これちょっと今月打ち合わせに行ってもっとドカンと大きな企画にしたいと思っています。で実際に英語交渉オーディションに出てくれた人たちものすごい活躍してるじゃないですか、まあ、岡崎先生もねチャンネルすごく伸びたし、まあ一緒に本書いてねたりとかもしたし、あそうですよこれね、はい、この共通テストシリーズめちゃめちゃ売れたじゃないですか。しかも英語系で1位取ったしね、大学受験で1位取ったからね、初めて本で、あそうですね、あとこれね、はい、こちらも自分の本1位取りましたから、やっぱり自分で出てかなきゃダメなんですよね。誰かとか何かに頼っててもうまくいかないことが多すぎる。だったら自分が有名になってしまえばいい。そうだから本売るのにも自分が有名になれば売れるんだっていうのが分かったんで、そう出てくことが大事なんだって分かったんですよ。でそれを成功させてこういうことができた。そうだから英語交渉オーディションで一歩踏み出した人たちっていうだ優勝したね、岩瀬本出してスタサプの先生になってますからね。もし英語交渉オーディションに出ていなかったらこんなことなかったわけです。もうね、英語交渉オーディションに出た人たちがいろんなオファーを受けてるっていうのは聞いててお礼のメッセージ来るんですよ。そうだから皆さん一歩踏み出しましょう。それがすごく大事なんですよ。なんで今年はちょっと規模をでかくしてやろうと思いますね。まあその辺の動画も出ていくと思います。まあ打ち合わせこの1月中にやる予定です。はい、そういった形です。英語交渉オーディション毎年やってるんですよ。英語交渉でしょ、いい英語の先生を発掘するっていうのを毎年やってるんです、ただまあ荒れやすいと毎回毎年毎年で今年やらなかったという結局規範だったりこうだあだみたいなのが YouTube 的には美味しいんじゃない、はい、面白いんですけどね。そして出ていけるチャンスなので、うん、まさにその人たちはだからね、どうしようかな何やろうかなとね思ってる皆様、今年こそは踏み出しませんか。何かしらやってみようと思いましょう、ね、なんかまあ英語学習でもいいですし一歩踏み出すんだっていうね気持ちを持ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、頑張っていきます。ちょっとね、ほんと巨大プロジェクトが動いたらかなり出張が多くなるんですけど、まあ面白いことができるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。今年はやりましたよ。トイックどうしようかな。でも100回超えたからなんか縛り受験してね、左手とかいろいろやってて、もうちょっとなんか面白いのできないかなとちょっと考え中です。他の試験受ければいいじゃんっていうのもあるんですけど、トイック非公開の試験だから受けないと分析できないんで、だから受けなきゃいけないです。受けるのも仕事なんで僕。なんか、うん、やっぱ縛り受験やっていこうかな。なんかいい案あったら教えてください。ぜひともね。あとはいろんなゲストね。はい。大物たちにもちょっとね、ブッキングしてるんですけど。なかなかうまくいくのとうまくいかないのがもう、ね、うまくいくのうまくいかないのがあってね、ちょっと大変なんですけども。はい。頑張っていきたいと思います。ほんと、皆さんありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.